どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回は映画の回でございます。えっ、ー、と、キャプテンアメリカですね。はい。キャプテンアメリカといっても3作あるのかなザ・ファースト・アベンジャーっていうのが、まあ最初なんですけれども、まあ、あの、アベンジャーズの、えー、アメリカンコミックヒーローの一人。これの、えー、単品作品という感じなんですけど、やっぱりこれもね、やっぱりっていうか、まあ全部見てほしいんですよ。 はい。アイアンマンの時も言いましたし、えー、ソウの時も言ったし、ハルクの時も言ったんですけど、やっぱキャプテンアメリカも重要です。とても重要。で、あの、キャプテンアメリカは、まあまあ、見た目とかね、すごい筋肉質のハンサムな。 清楚な感じのお兄さんっていうのが印象としてね、あると思うんですけれども、もともとあの、ひよわだったんですよ。第二次世界大戦中の、まあ、兵士の一人として、そのスティーブっていう主人公がね、まあ、入隊するんですけれども、全然他の人と比べて弱々しい、見た目もあの、細っこいし。 ちょっと病弱で。で、なんか不合格みたいな感じになってたんですけど、そこで抜擢されて、要は人体実験ですよね。注射を打たれる。結成というか、それでなんか、超人を作るみたいな実験で、まあ、出来の悪いスティーブを、が選ばれたという感じなんですよ。簡単に言っちゃえば。したら、まあ、失敗しなかったっていうか、まあ成功したんですよね、要は。そこで超人になったっていうのが、まあ、いきさつで、で、まあ、キャプテンアメリカの周りにいた親友のバッキーとか、 いるんですけど、まあ、バッキーはね、すごい強いんだけど、まあバッキーは助けてくれる。うん。弱々しいスティーブを助けてくれた。だけどバッキーは死んだかと思いきや生きてて、その、アベンジャーズにも出てくるんですよね。後に超人化しちゃうんだけど。バッキーもね。敵として出てくるんだけど、<laughs> 言っちゃえば <laughs>。で、あと、ペギー・カーター。 はい、カーターはあのキャプテンアメリカのスティーブの上司に当たる人なんですね。で、僕はあの音声でエージェント・カーターっていう海外ドラマの方、カーターが主役のお話を喋、まあ、ってて、すっごい面白いんですよ、これが。やっぱキャプテンアメリカとの絡みがやっぱあるんで、ここも重要かなと思ってます。アベンジャーズを通して、カーターってかなり主役じゃないんですよ、映画では。 決して脇役の立ち位置なんだけど、でも、ところどころ出てくるんですよ。カーターって。結構重要な立ち位置で。で、アベンジャーズを見てる方だったらわかるんですけど、死ぬまで。おばあちゃんだって死ぬまで所々、ね、ところどころに描かれてるんで、結構やっぱカーターって重要なんですよね。そのだってやっぱこのキャプテンアメリカのさ最初のお話、スティーブとの出会いっていうか、その辺はやっぱり見とくべきかなと、えー、個人的には思います。で、まあまあ、あのー、キャプテンアメリカが成功して超人的な 人になり、まあ、活躍するわけで,すよで、まあ今回このファーストアベンジャーでは、キャプテンアメリカがカーターと、あの、別れるというかえ、会えなくなるところまで描かれるんですね。まあそれは、えー、まあ簡単に言うとですね、えー、氷付けにされちゃうんですね。されちゃうというか、まあ自,自らそうやらないと助からないっていうので、飛行機の中でスティーブがその爆弾みたいなやつだったかな。キューブかな。 うん。それを、こう、氷付けにして北極まで行くんですよ。だからそこでカーターと別れる。で、結局、その氷が溶ける、えー、氷付けになったあのを、そのシールドが見つけるまで70年かかるんですね。だから、キャプテンアメリカは昔の人なんですよ。第二次世界大戦だから。そう。そっから、ガーンってその、救うために、えー、飛行機と一緒に氷付けになって爆弾をね、氷付けにして、カーターはそこでキャプテンアメリカは死んだと、スティーブは死んだっていう風に思っちゃう。 で、その70年後に、えー、年を取っていないスティーブが、えー、復活するっていう。はい。冷凍保存されてたから、自分ではその保存されてるっていう気はないんだけど、それでまあシールドがキャプテンアメリカを見つけて、えー、目を覚ますと。で、そこから、えー、またアベンジャーズの一員として、えー、生きていくわけなんだけど、まあ時代が変わってますから、70年経ってるからね。で、またそこでね、あの、カーターに、 会いに行ったりすするんですよ自分はもう若いままなんだけど、彼はもうおばあちゃんだってますから。その辺も面白いですよ。うん。で、キャプテンアメリカはその次の作品、えー、ウィンターソルジャー、まあ2ですね、要は。このアベンジャーズのニューヨークの戦いから2年後の話で、キャプテンアメリカ単独のお話と。まああの、アベンジャーズはそのシールドっていうね、アベンジャーズ側の組織、シールドと、それを敵対しているヒドラっていうところのあの、ドンパチが、まあ、あるわけなんですけれども、まあ、 そこにスパイがいたりとか、ね、いろいろそういうのがあるんですよ。で、まあ、キャプテンアメリカはシールド側なんで、ヒドラを、えーまあ、倒すということになってるんですけど、そのヒドラのところに、確かバッキーがいるんだね。親友の。で、このウィンターソルジャーはバッキーとの絡みが主体となっております。バッキーと戦うんだね。うん。さらに次の作品がシビルウォーですね。はい。これがね、なかなかなんですよ。これ、 個人的には結構好きです。あの、悲しいけど、辛いお話なんですよ、これ。で、まあ、バッキーもまた出てきますね。その洗脳から、えー、まあ、洗脳されて、まあ、悪いやつになってたんだけど、それが冷めて、えー、まあ、自分も冷凍保存されてた。まあ、バッキーも昔の人間だからね。で、まあ、これはアイアンマンも確か出てくるんですよ。で、まあ、そのアイアンマンが出てくるのが、まあ重要というか、その、スタークですね。トニー・スタークと、その、スタークのお父さん。もともとそういう軍従、 産業だったので、まあ、いわゆる戦争でいろいろ開発とかでいた人間だからだからそもそもの、えー、原因とかこういうのがこうシビローで分かってくるんですねそれでちょっとキャプテンアメリカとアイアンマンが、まあ、敵対するというかスタークのねトニーの、えー、両親は殺されてるんですよヒドラに、はい、急に襲われて で、その犯人が実はバッキーだったっていうことがわかるんですよ。でもやっぱトニーとしてはバッキー殺したいじゃないですか。でもキャプテンアメリカのスティーブとしてはそれをやっぱバッキー殺されるのはやっぱ見たくないからそれを阻止するんですよ。まあそういうね悲しい現実がこのシビルウォーには描かれております。その自分たちがこう悪いわけじゃないのに。 なんだろうな。バッキーだって洗脳されてたからね。自分の意志でやったわけじゃないし。そういうのも、どこにこう、怒りをぶつけていいのかっていうところで、こう、なんとも言えない悲しみというか、そういうのが描かれている作品ですね。だから、最後別にこう、いい感じで終わらないんですよ。<laughs> この映画。まあ、こっからまたアベンジャーズに繋がっていくっていうところなんですけども。えー、こちらもおすすめでございますので、よかったら見ておいてください。 はい。二次論戦この辺で終わりたいと思います。今回はキャプテンアメリカのことをちょっと話してみました。さよなら。